皆さんこんにちは、ブルーマンです。さあ今回もオンラインクレーンゲームトレバーのプレイ動画を紹介していきたいと思います。で今回は橋渡し設定のシンプルな台をですねやっていきたいなと思います。で今10番回ってきたんですけど、プレイチケット4枚と、ポイントもたくさんあるので、なんとかね課金せずにこちらの、車のね、おもちゃの景品狙っていきたいと思います。さあやっていきましょう。景品ねかなりもう斜めな状態になってくれているの で、 で奥のところですね、やや左寄せしていくような形で右アーム使って左側に持っていきたいと思います。はい、こんな感じでちょっとだけ動くんですよね。でこれね、トレバではね動く方ですね。こういう設定すんごいたくさん台あるんですけど、トレバあるあるでもうとにかくアームパワー弱くて全く持ち上がらない台ってめちゃくちゃたくさんあるんですけど、こんぐらいね、ちょっと動いてくれる台であれば、あとなんてかね同じことを繰り返していけば取れるので、最後までやっていきたいと思います。で今結構動いたんですけど、奥のバーのちょっと手前側ですね、一番景品の軽いところを狙っていきます。角のところですね。であんまりね寄せすぎちゃうと景品持ち上がらなくなるので、真ん中よりややちょっと左ぐらい狙ってやっていきます。もうあと数点でね多分取れるかなと思いますけども、やっていきましょう。プレイチケットね残り2枚なので、なんとかチケットゲットしていきたいと思っているんですけども、で奥の移動のところ場所注意して、こんな感じで、はい、右アーム使って動かしますと。いいっすね。景品片側がもう沈んだような形になったんですけど、こっからね動かないようなケースもあるので、ちょっと不安なところもあるんですけども、さあプレイチケットラストいきましょう。あんまり寄せすぎずにですね、真ん中ちょい左ぐらいにしてバーのギリギリのところ狙っていきます。ここで持ち上がってくれるか。いきましたね。はい、完璧にプレイチケット4枚で、無事にチケットゲットすることができました。こういう設定ねめちゃくちゃあるのと、あとねやっぱり昔というか特に去年ね、TP 購入時の、ポイントを使った時アームパワーが強くなるイベントがあったので、ポイントじゃないと動かないようなケースあったんですけど、割と最近はね、チケットでもちゃんと動くような台もあるかなと思うので、アームパワーが強ければねこんな感じでぜひチャレンジしていただければと思います。さあ続いてアイキャッチオンラインの動画紹介していきたいと思います。鬼滅の刃のノートですね。でチケットで遊べる台だったのでこちらやっていきたいと思います。なんかね筒みたいな景品があるので、これをね、真ん中のところに落としていこうかなと思ってます。この間公開した、ね、動画でも、アイキャッチオンラインってプレイチケット使って今だと、1000ポイントゲットできる、ね、台がありますので紹介させていただきましたけども、その中でもこの設定も、ね、確か1個あったんじゃないかなと思います。この、ね、筒みたいな景品をこう真ん中に落とす台ですね。シンプルに、ね横向きにさせていくっていう感じですね。でこんな感じで右寄せして左アーム使っていくと景品が右側に動いてくれるので、これ繰り返してとにかく真横にして最後は転がすような形で手前か、真ん中のところかね、後ろのところに流していきたいなと思っております。プレイチケット残り6枚なのでチケットゲット目指してやっていきたいと思います。はい、かなりねもう今斜めの状態なんですけど、アームマックスまで寄せてもここまでですね。で左アーム使っていきたいと思います。もうこの辺りがギリですかね。これより、奥の方行っちゃうともうぶつかっちゃうので、ここからどんな感じかなと思ってるんですけど、いいですね。一気に持ち上がったのでいい感じになりそうですね。で、真横に向かわせて最後転がしていきたいなと思ってます。アイキャッチオンラインとかね、皆さんやってますかね。やっぱ動画とかってね、やっぱ自分のチャンネルの動画だと、やっぱトレバの動画って割と、視聴回数も、多めで、他のね、オンラインクレーンゲームだとやっぱり下がるような傾向あるので、多分皆さんやられてない方も多いんじゃないかなと思うんですけどね。さあ、今度はね、奥狙っていきたいと思います。アームの横移動がね、結構厳しくなっちゃったので、今度は右アームを使っていこうと思ったんですけど、ぶつかっちゃいましたね。これ、際のところ狙っていかなきゃいけないので、アームの横移動がだんだん難しくなってくるんですけども、今ミスしたので、ちゃんと補正しながらね、やっていきたいと思います。で、自分ね、全部、今公開されているオンラインクレーンゲーム、2、30弱ぐらいあるのかな。
全アプリ入れてるんですけどね、皆さんどれぐらい入れてますかね。もしよければコメントいただけたらなと思ってます。さあ右、いい感じですかね。ギリギリのところバーに当たっちゃったんですけど、まあ転がるは転がると思うので、いいっすね、持ち上がってくれましたね。ちょっと想定外ではあったんですけども、はい、綺麗に獲得することができましたので、もし興味ある方はですね、ぜひアイキャッチオンラインもプレイしてみていただければと思います。はい、ということで今回はですね、トレバとアイキャッチオンラインのプレイ動画紹介させていただきました。割とシンプルなね、あの台を紹介してきたんですけども、こういうような設定もどんどん紹介していきたいなと思っておりますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた他の動画でお会いしましょう。さよなら。